我が機の使者は引き続きマレーシア航空撃墜事件を含むですね、ウクライナ東部情勢を踏まえて G7 の連携を重視しながら、適切に対応していきたいというふうに思っています。ウクライナ情勢、アメリカと EU の制裁強化にロシアが反発。 G7 はロシアに対する非難声明発表。先ほど入ってきた情報なんかでは、ウクライナ情勢をめぐり財務資産凍結の対ロシア追加制裁を発動、プーチン大統領に近い富豪3人を含む個人8人とロシア企業3社を新たに対象とした。佐藤さん、図星で言ってこういう何回もやっている制裁っていうのはロシアにとっては相当経済的にはですね、マイナスを被るようなことですか？どうですか？相当では、相当ではないですけど、マイナスは被りますね。ある程度はダメージは。そうです。これは戦力の逐次投入でチクチクと嫌がらせしてるっていうことで、まだ本当に大喧嘩をするって形での制裁じゃないです。ああ、そうですか。だから本当に制裁をやるんだったら、金融凍結しちゃうわけですから。資産を全部一律に凍結して、それロシアとの金のやり取りできなくすると、そうしたらロシアのクレジットカードは、アメリカとの、ヨーロッパとのクレジットカードっていうのは全部動かなくなりますからね、ロシア独自のクレジットカードってないですから、ほとんど。はあはあ、そしたらロシアもカード社会ですから、経済麻痺しますよね。はあはあ、政府系の3銀行、国営造船グループを制裁対象に追加とか、なんか極めてこうね、細かいんですけども、それで一方で思うんですけどね、その物事を揉めている根本は、ウクライナ、それから東のドネツクとか、あちらの方のその親ロシア勢力、これをいわゆるご本体のロシアがどうするかというね、これに尽きるわけなんですけど、この辺の、例えば、ウクライナの情勢というのは今どういうふうになってますか？ウクライナの情勢、一言で言うと、親ロ派武装勢力っていうのは、はい、ロシアは適当にやればいいっていう形で、あそこの連中に任せてるっていうか、手突っ込んでないんですね、ロシア自体は。それで問題は、ロシアの中の軍諜報総局 GRU っていうのがあると、ここはかなり独立王国なんです、武器を販売してて裏金もそうと思ってるんです。ははは、この連中がよからぬことをやってるだろうっていうことは分かってるけども、黙認してると。その意味でプーチンは不作為な責任がありますよね。ところが不作為な責任と、積極的にどの部隊、秘密部隊をあそこに送って、火つけてこいとかぶっ殺してこいとかやってるっていう命令をモスクワから出してるっていうのとは違う。ところが西側はどうも後ろのように勘違いしてるんですね。うん、そうですね。それからウクライナの政権っていうのは、これは今、政権危機です。あ、そうですか。ポロシェンコさんとかっていうのは、ポロシェンコ大統領、大統領ですが、ヤセニューク、首相が、辞めましたからね。ええ、その辞めた原因っていうのは、スボボダっていう、これは、スマートフォンやネット持っておられる方、スボボダウクライナで引いてもらって画像を見ると分かるんですけども、ネオナチですよ。ネオナチ、はい。それとあと、ウダル。うだるっていうのはロシア語で一発ぶちかなすって意味なんですよね。こういう政党があるんですけども、ここの党首が、例の有名な、ビタリ・クリチコ。ビタリ・クリチコ。元ヘビー級チャンピオン。はい、元ヘビー級チャンピオンです。この二つの政党が連携して、今もっとウクライナ右に行かせようと。ちょっと待ってください。ネオナチとね、はい、それからその、ビタリ・クリチコがね、率いるね、その、暴力系のね、政党みたいな。そうです。ええ。それ、ウクライナ、このクリシコっていう人が中心になって、マイダンっていうデモがあって、俺たちの文句あるかって言って、筋骨隆々の、人たち集めて、やったわけですからね。誰も近寄ってこないですから。それ、なんか、暴力団以上ですよね。いや、ですから、そういう、なんていうのか、クリシコの命令には絶対服従って国会議員が4人いるんですよね。それ、クリシコっていう人は選挙マニアで、もう市長選挙に2回落選して、今度3回目、5月に通ったと。それでキエフには結構利権がありますから、ポロシェンコっていうのはもともと政商なんですよ。そうですね。今回の制裁でも造船グループであるとか、いろいろかかってますけどね。ポロシェンコも造船会社持ってましてね。じゃああれですか、いわゆるクリチコとネオナチと、政商と、なんか三つどもえになってて。三つどもえで、今のところはネオナチと、クリチコが仲良くやってると。
それで政商と。だって大統領選挙に一回出ようとしたわけですから。ええー、そうですね。だからこの、クリチコはやっぱり大統領狙ってるんですね。うん、あれ、なんていう政党でしたっけ、拳っていう名前でしたっけ、だから、うだる一撃って一発やってやる。一撃か。そうか、そうか。それで。改革のためのウクライナ同盟っていう言葉の、あの、頭の言葉だけを、あの、つなげて、歌あるっていうのは、一発かましたるぞって意味ですよね。なんか、仁義なき戦いみたいですね。あ、はい、そっちの方を見た方が勉強になりますよ、今のウクライナ。そうですか。